いつを読めばいいのか。ああ、俺は PR にふさわしい忍者らしくてかっこいい例のあれに変化する。だから俺の動きに合わせて声を当ててくれ。カメラは3台、遠くから望遠で狙う。これはライブ配信だ、ミスは許されない。タイラーは映り込まないように身を隠してくれ。お、タコだ。忍者というものは人知れず、世のため人のため密かに尽くす存在。それは我々タコとて同じ。おお、さすがタコくん、すげえな。